今日はコンタクトつけてます。もうね、熱はね収まったんですよ。あーやばい、やったこと。そうなんですよね。多分もう夕方しか測ってないけど、まずちょっとこれ、いや私ね、あったかいところにみんなだと思うんだけど、あったかいところにいるとさ鼻水出るじゃん。ちかっぱさんのアカウント見ました。ぜひぜひ、じゃあありがとうございます。じゅんさん、れいちゃん、ミラボール、ありがとうございます。ありがとう。どの漫才が一番好き？全部面白かったですね。そう、本当に本当に全部面白くてって感じ。本当に全部面白かったです。うん、ビビダンさん、初見ありがとうございます。今日初めて見に来ました。ありがとうございます。ありがとう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 。下が普通のズボン。見て。こんな寒い時期に半ズボンは履くわけがない。なんならもう二重に履いてますよ私。レギンスの上にズボンを履いてます。そんなぐらい。
ロクさんハートありがとうございます。キヨ Thank you ありがとう。正常正常。課題大変そうですですね。カメラ欲しいな。カメラっていくらするんだろうな。初心者カメラおすすめ。錦鯉さんとお友達なわけないじゃん。今日あのね、何笑ってんねん。今日錦鯉と友達はやばい。おもろいなと思って。みっちゃんさん、センスあると思った。ありがとうございます。あのね、今日優勝された、今日優勝された方です。どうも、そうなんです。花輪さんと契約したんですよ。まさのりさん。なんだっけあれが好き、まさのりフィーバータイムのやつ。わかる。去年のノリノリまさのりか。めっちゃ好き。松井君、宮崎さんは錦派、小井派、錦派かな。普通のカメラね。課題は木曜日までの、水曜日までのをとりあえず終わらせて、あと木曜日からまたありますね、課題。とりあえずもう面倒くさいので、その木曜提出がちょっと置いときます。そう、カメラ欲しいんですよ私。5枚内かより一眼レフ見られそうし。デジタル一眼レフ ね。なるほどね。え、そっか。カメラするならいいのはいいよね。そうなんだよね。変なのじゃなくてね。そう、腰言わしてたんだよね、今もなんだけど。ニコンね、課題ね。動画見ながらやんなきゃいけないのもあって、それがめんどくさいんだよね。だるいの、本当に。え、デジタル一眼レフって何が違うの？知らん。デジタル一眼レフ。デジタル一眼レフって、あ、え、どういうこと？デジタルの他に何があるの？うんって思った今。何が違うやろと。でもね、デジタル一眼レフ、いやでも一緒か。調べちゃろうぜ。わざわざ調べてくれるの。キャノンかニコン。思ってるよね、そのカメラを、カメラ趣味だぜみたいな人とかで、結構ニコンかキャノンってイメージ。あれもなんかいわゆる一眼みたいな感じ、見た目は。見た目はデジタル一眼レフ。ミラーレスと一眼もなんかよくわかんないな。デジタル一眼レフカメラって何？初心者におすすめな各種デジカメの特徴比較まとめ。デジカメかっこ一眼版みたいなこと。最強。多分ありがてえやつだ。
うわ、でも液晶が180度回転するのね、ありがたいわな。まあでもそれはなんかスマホでできちゃうなんて。いや、普通にお金を貯めて買いたいです。私本当に人生において写真を撮ることが好きだなと最近気づいたんですよ。そう、だから写真をこうちょっと趣味というか、もうもはや仕事にしたいぐらい、できるぐらいちょっとやりたいなみたいな。オリンパス、オリオオリンパス、何？もともと好きでしたよ。もともと好きだったけど、ずっとねスマホでやってたんだよね。動画はね多分撮らない。動画はなんかスマホで撮れちゃうなみたいな。そう、あといいやつで動画を撮ったとて、いいやつで撮ったら画質がすごいいいんですけど、その分編集とかにね回した時に重くて、動画の容量が。そうそう、だからそれはないかもしれないけど。そうなんです。フィルムカメラも欲しいんだよね。わかる、フィルムカメラいいよね。でも一回もなんだっけな、あれなんだっけ、映るんですを使ったことがないんですよ。映るんです。いいよ、ね。エモいよ。いや、なんかめっちゃ昔に、そのなんか思い出残そうみたいな感じで、なんかその旅行でね、大人の人たちが使ってるのは見たんだけど、見たっていうか、なんかちょっとエモくじゃないけど、ちょっとなんかこれでいっぱい撮ろうぜみたいな。で、その回すとこはやったことあるの。そうそじうそう、ジーってやつ。でも実際に撮ったことはない。撮ったんだっけな、でも覚えてないけど。映るんですって、撮ったのを見れないからい怖いよやね。ー、でもそこうれがいういいもよんね。だなろうんけかど、何枚ぐらい撮れるんやろ。映るんですって、映どんくらい。るんです。でも現像が高いっていうよね、フィルムカメラは。27枚撮り。なるほどね。27枚取れていくら？1375円。まあでもこれ、まあ、値そうね、でも店頭で買ったら1500円とかかな、大体。段階。宮崎さんも取るのは好きですよ。するんですとか。やけんさ、普通に旅行行った時に一人一個持って全部使い切ろうみたいな、コムドットさんみたいなことをやりたい、普通に。あれ良かったよね。ね。あれ好え、ドンキき。売ってあんの？激安の電動で。マジ？ドンキホーテでも売っている値段はって書いてある。1180円？安っ。結構安くなったな。オッケー、行こう。まだプラス税で1290円。一緒やな。一緒ではないけど。まあ買わもうへんか100も。円高いぐらい。ええー、そう100な円んってや。め。全然。いいね。まあ、ちょっと現像しに行くのもめんどくさいよね。そんな暇はねえってなっちゃうね。するんですいいね。そう、現像代がね結構いたすっていうよね。スマホで撮った写真ってどうしてる？スマホに残してる。容量いっぱいなら。いや、前はそのパソコンに写してたけど、パパとかの。けどなんか、この
なんていうの、そのこのし、なんていうの、このエギビ入ってからは昔の写真をこう掘り出すことが多いのよ、うん、なんか誕生日とか、うん、なんかいろんなところでやけもう映さんくなって、そうで、その代わりメンバーの写真とかは全部残しとるけど、うん、昔の自撮りとかは全部消してるって。ああ、そういうこと。そう、でもパソコン、あれなんだっけ、あのつけるやつ、容量プラスできるやつ、ああ、うんうんうん、あるやん、あれはちょっと買おうかなと思って、あれに全部写さな、もうやばい、もうパソコンもやばいし、スマホもやばいし、本当に容量が足んない、うん、マジで本当に現代どうなってんのってぐらい、そこだけなんか追いついてない感が、そうなんだよ、追いついてくれ、もうちょっと頑張ってほしいかな、ちょっと頑張ってほしい、ね、ああ間違えた、パソコンはあの外付けハードディスクをつけてないですよ。外付けハードディスク いくらすんの？分からん。外付けハードディスクいくら？お腹減ってきちゃった。いくら？アマゾン。 SSD って何？SSD、あ、外付け SSD とハードディスク、何 SSD って何の略？ SSD は知らない。あ、でも4500円ぐらいか、500ギガ。いけるっちゃいけるね。全然いけるてか、ありがたい。むしろね、 4.5 インチの 3.5 インチ、ああ、ありがたい、ありがたい。ありがたい。ありがとう。ちょっとこれ、いいねじゃない。欲しいよーっていうマークにしときます。一応ね。あ、でも120GB で、うん、じゃ160GB で2800円とか、250GB で3180円とか、いっぱい、なんか、ギガある。あ、1TB で5730円、安くない？SSD はハードディスクよりちょい早いです。なるほどね、高いんだ。あ、ほんまや、テラバイトで1万7000円する。1TB、1TB しかない、全部1TB やん。1TB。あ、でも 500GB でも SSD ってやつだったら8060円する。ハードディスクでいいわ。その高望みはしねえ、早くていいのね。早くていいのはありがたいけど、もう、でも今後考えると早い方がいいのも、そう。安いのないかな。でも安いのだと怖いよね、ちょっと。値は張っても信用できるのがいいね。いいものがいい。うん。2TB。35000円。やべ、お腹減ってきた、早く寝よう。寝る？いや、もう寝る。寝る。いや、まだ起きとる。ちょっと聞く？昨日の私の睡眠時間。昨日の話だっけ？ね、おとといの前の日に、うん、おととい作れたっけ、制作、そう、ライブ、そう、いけるって決まって、うん、で、
で朝のそのライブ当日の朝6時までちょっとあるものを作っていて、うん、でそっからちょっと寝ようかって言って、うん、10時に起きたんよ。6時から10時、うん、そしてね、まあ4時間は寝れたからまあいいとして、うんうんうん、そっからライブ行って、うん、興奮冷めやらんやん、うん、まあね。でそのままカラオケ行って深夜帯のフリータイムで入ってさすがに眠くて1時から3時まで寝て、うん、で2時間の睡眠をとり、うんうん、でそのカラオケが5時までだったから5時に出て、うんうん、でなんか適当にブラブラするとか言って、うん、で何でか知らんけど、うん、9時半の、うん、あの高速バスに乗って帰ろうって話になって、うん、ね結局6時ぐらいから9時半までバスターミナルで待って、うん、何ずっとずっと行くで朝か夜か分からんぐらいの感じで、うん、家帰ってきて、うん、なんやしようと思って、うん、洗濯をしたりなったりして、うん、多分3時ぐらいに寝ようかなと思って、うん、それ昼の15時昨日のやんな、うんうん、昨日の15時に寝ようと思って理解、うん、寝たんよね。その1、まあ、2、3時間で起きようと思って寝て、うん、起きたら、うん、深夜24時半えぐい。いやでもえぐいも寝てないか。そうでその化粧も落とさず、うん、コンタクトも取らずに寝てたから、うん、もう画面がぐしゃぐしゃなわけ、うんうんうん、でとりあえず化粧落としてコンタクト取って、うん、まあ、あのコーンフレークぐらい食べようと思って何も食べてないけ、うん、で食べて、うん、でわあ12時間何しようかなって思ってさすがに生活リズムを崩すっていうのは嫌だったので何かあるし、うん、そっからまた寝て、うん、3時ぐらいに寝て、うん、今日朝9時に起きました。ああ戻ってるやん。そう戻った。いい感じ。そうだから この最近、まあ、4日ぐらいを総合的に見たら、うん、睡眠時間のバランスは取れている。まあね戻したからいいんだよ全部。そうすごくない。3時からもう一回寝ようっていうその思考回路間違いない。普通寝れんしな。9時間寝た後もう一回寝れんしな。そうね、本当に宮崎さんね若いよね。コンタクトがね寝ちゃったら乾燥でも目が開かないのよ。そうなんかねもう、うん、あやべえって思って意識が持った。なるあーやばーと思って、うん、めっちゃその目ん玉を目つぶとる中でちょっとくるくるってして、うん、あー結構やばいなと思って、うんうんうん、そうじわじわね起こしたら大変なことになりました。そうなんすよ、うん、いやちょっともう私もかもうねそうもうエアコンが苦手でして最悪や。そうもう乾燥体やけんさ乾燥肌やし、うん、基本的に水分が足りてないわけん多分、うん、体のうんやもう肌も乾燥するし目も乾燥するし、うん、みたいな、もう乾燥で痛いのよだから保湿しないと超ありうんタイピアリングで今日は9時に起きて、うん、あ M1 あるかと思って、うん、それまで M1 始まるまで、うん、だらだらゴロゴロして、うん、で2時から電話したと。そうそう2時からあなたと電話していると、うん、まず2時から電話してるからね。そうちゃんと M1 の時間帯に電話してるからね。そうそう2時から電話して
で、まあ5時ぐらいに終わったわけですよ、 M1 の敗者復活のネタが。で、そうそう、まああの5時から6時半、6時半にね、まあ、M1 の本戦が始まるというか、まあ始まる、まあ、番組自体は始まるってなってたから、じゃあちょっと6時半かってなって、ちょっとその間にお風呂入っちゃえばいいんじゃないみたいな、今日テレビ千鳥もあるし、そうそうそう、クリームなんたらあるしみたいな、そうそう、ってなってお風呂に入り、でそっから6時半からまたもう電話、そうそう、ちょっとね、ウケるよね、ウケるよね、仲いいわ、ほんと仲良くてやばい、いやなんか仲いいわ、なんか仲いい、なんで仲いい、いやなんか仲いい、素敵だね、いやなんか、いやなんか素敵、え、何、なんかマジでない、なんか、何マジで、うまいね、ほんとにそう、めっちゃ電話してる、そうそうそう、なんか、うまっ、いやなんかさ、お笑い番組見るときは、うん、いいんですけれども、お笑い番組ってさ、うん、なんか、うん、テレビの前で1対1でこうま家族と見てたとしても、家族となんか、うん、家族っていうよりさ、友達とワイワイしたいじゃん、お笑い番組って、うん、友達呼ぶわけにもいかないしさ、うん、なんかそん時だけお邪魔しますとか言ってなるのもあれだし、そで、その宮崎もなんか M1 なんだ、誰かなんか M1 一緒に見ませんかみたいな、そうそうそう、見ようぜ、ね、そうそう、見ようぜってなって、え、私もうがっつり2時から見ますみたいな、え、マジかってなって、じゃあもうあんたしかおらんやんって言って、そう、でも電話しようってなってそうちゃんとかけたね、ちゃんと2時からね、そう、ちゃんとね。明日は何時起き予定ですか、うん、目標9時。うん。一昨日は、でっかい駅が最寄りのコンサート会場で、ギャーギャー言ってました。M1 はね、漫才の M でして、漫才イコール、コメディなんです。コメディというか、まあ、立ってマイクだけで作るお笑い、そう、マイク1本で作るお笑い、おしゃべり笑いというか、そうそう、なんて言ったらいいんだろう、そうそう、まあでもコメディアンたちの大会、そうそうそう、大会っていうんですかね、コンテストと言いますか、そうそうそう、ギャグ漫才の人もいるって感じ、うん、最近はなんかもう多種多様って感じ、うん、いや、錦鯉良かったね、でもさやかおもろかったな、ね、さやか、うん、から揚げ何が起こってんのか全然分かんなかったけどめっちゃおもろくて、うん、面白かったね、うん、さやかとアインシュタインさんと、さやかさん、男性ブランコさん、そうめっちゃおもろかった投票入れましたもんだって、入れちゃった、めちゃめちゃおもろいよね、いやすごいわ、本当に、そうそう、まさのりね、まさのりのりのりまさのりさん、そんな話さ、50やからね、ひたつくちゃう、え、本当にだから、本当にね、いい経験ですよ、ガチやばい人だよ、そうよ、私ネタ作ってもらったからね、一緒ネタしたからね、うん、それやばいよ、やばいよね、一生の自慢だわね、本当に本当、あ、錦鯉さんはこんにちはあれいいよね、こんばんはだよそう、冷静、まあ、あのトーンがもうドンピシャなのよね、そうマジで、そうマジで、あのもうあれが歯車が合わさってる感じが、そうそうそう、素晴らしい、矢沢さんではないね、花輪さんとも大丈夫です、佐賀の牛が出たというのは
そのお笑いの今日あったお笑いの大会の1位の人に贈られるその景品みたいなおめでとうっていうので贈られる品の中に佐賀牛があったっていう話です。佐賀牛で毎年さ M1 佐賀牛で嬉しいな、うん、そうそうそう再現無制やからね。もう佐賀牛しかもさ1等分よ。そうそうそう、やばだってちょっとの部位でもえぐいお高いですからね、うん、佐賀牛って佐賀牛よ1等分よすっごいよねマジで。そうもうあの佐賀人からしたらどんだけすごいことか分かるか、お肉好きの方からしたら。そう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 、うん、私も欲しいんだけどって感じ、うん、私も欲しいんだけどって感じね。期間中っぽいアクセントえ何佐賀牛ね。佐賀牛あ佐賀牛ね佐賀牛はいはい、バーベキューしたい牛ね。寒いよ寒い。寒いよね。でも何かとバーベキューの時何かと買ってこない。うん、なんか別にお祝い事でもないのにさ、うん、なんかもうパパたちパパとか大人が食べたいがゆえに。そうそうそう、さあ今日はうちの弟のなんとか祝いたいとか言ってそう何かと買ってくるのね。宮崎さん味噌の家行ってねバーベキューありますよ。何回もある。なんならもうなんかバーベキューしようじゃなくて海苔、うんうん、なんかバーベキューなんかお腹すいたってそうそう、で、はあ、おい、お腹すいたみたいな。で、だいたいなんか土曜とかにね、遊ぶんで、土曜の昼とかに、うちのあのテラスにこう3人で、ダラダラして。うちらとかが、今日ご飯何すんのって言って、あ、一緒食べる、バーベキューしようかって。うん、そうそう、で、急遽決まって、でも近所の仲良しさんたちを呼んで、そうそう、ね、焼こうぜとか言って。やったやった、そう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 、楽しい。宮崎さん狙っていってです。いやでも遊んでそのまま川原さん家で食べようの流れって、うんうん、本当に指数えるぐらいじゃない私、うんうんうん、だいたいねうちらだけでもうちらというかもう九州の学生の聖地ジョイフルに行きますから。そうそうジョイフルだからね。ジョイフル、うちら九州のファミレスってねジョイフルしかないのよ。そう、特に佐賀はね。うん、特に佐賀はね。もうなんか特に佐賀は。そうだからサイゼリアって何って思ったもん。あの東京とかにこう来るようになって、サイゼリアなんてね、エイト入るまで知らなかった。そう、マジでサイゼリアどっちって言ってた。そう、全然わかんない。いや本当に言い過ぎじゃなくて本当にファミレスがねジョイフルしかないの、ナイフないのっていうかもう主なダントツ1位がジョイフルみたいな。そうジョイフル、ガストがちらほらあるぐらい、うん、そう。でもガストはねなんかあの東京もんのご飯のところたいねって感じイメージそうなんかガストはそのファミレスなんて言うんだ、ファミレスだけどちょっとなんか、うん、うちら的にはジョイフルのがファミレスみたいな。そう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 、しかもハンバーグは私ジョイフルの方が好きや。いや最高ね。ね、いやジョイフルのハンバーグ本当に美味しい。ジョイフルあんま安いイメージない。え、マジめっちゃ安いで、めっちゃ安い。定食だって私もういつもペッパーハンバーグ定食頼んでたんですけど。そうね、あなたはそうね、ペッパーハンバーグ期間でも。そうそうそう、ペッパーハンバーグ定食の和食セットなんですけど、あれ和食セットでね、500円ぐらいじゃない？うん、安いよね。定食でね、そう500円、410円とかじゃないっけ？それ単品多分。
うんうんうん、500、600円ぐらいじゃなかった？500円ちょっとぐらい。500円いかんか、500円ぐらいやった気がするな。そうそうそう、めっちゃ安い。めっちゃ安いの。そう、超安い。ドラッグストアは九州はイレブンね。イレブン、ドラッグイレブン、ドラッグイレブンかな。ドラ盛りやろ。ドラ盛りやな。うちのドラ盛りやな。いやね、山田京香もドラ盛りって言ってたよ。あ、じゃあ大分もドラ盛り。もうドラ盛りよ、九州北部かな。ドラ盛り、ドラ盛り。あ、コスモス、コスモス、ね、コスモスはそう、コスモスドラ盛りよ。松木はない。松木は全然ないね。だからなんかあの、うん、東京に来てびっくりしたことの一つ、なんか、え、松本清っていう店あんの、おもろーって思ってたらめちゃめちゃ主流だったらしくて、そう、え、主流なんだって。なんかさ、200〜300m 歩いたら松木をすぐ出てこ、そう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 、松木から松木まで、ね、そう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 、どんだけ松木をと思って、ローカルすぎて。コスモスで、コスモスと ドラッグ森だっけ。そう、ドラッグ森やね。そうね、もうドラ森って言いすぎてわからん。ドラッグ森っていう、ドラッグストア森や、ドラッグストア森だ。ドラッグストア森っていう、なんかリンゴのマークの、あのリンゴのなんかキャラクターがなんかヘイってやってるお店があるんですよ。そうそうそう、ドラッグ森と、あとコスモスっていう、まあ、九州を中心にした、まあ、山口とかそっち方面にも伸びてるっていう、そうそう、ね、そう、なんていうの、ドラッグストアみたいな、まあドラッグストアですけど、そのお菓子とか食品も売ってるんですよ、うん、コスモスとか。めちゃめちゃ安い。いや、そう、本当に安い。だからもう、あのコスモス、コスモスね、アイスがえぐ安い。そう、アイスと冷凍食品安い。ええー、わかる。ね、冷凍強い。え、冷凍強い。冷凍強いし、パンとかも安いし。安い。そう、なんですよ。ダイレックス知ってる？知ってる。ダイレックス知ってますね。ダイレックスは、なんかあの、ミニラー買ってましたね。ミニラーメンの、なんかがめっちゃ入ったやつのセットがあった。うん、セットとか。ダイレックスね。そうそう、ミニラーメンってさ、もう朝にぴったり。そう、マジ。いや、なんかあの、なんだっけ、醤油ベースのやつだから、そうそう、朝にちょっと朝ごはんにピッて食べていく。そうそうそう。寿司大臣、寿司大臣ね、それ。寿司大臣多分ね、佐賀なん、一店舗かはあるよ。あるんや、見たことないわ。なんかちょっとね、よくわかんないところにはある。一回行ったことはある気がする、確か。寿司大臣。焼肉ウエストやろ。間違いない。焼肉ウエストか、うどんのウエスト。あとなんかさ、なんかあれあって、なんか食べ放題の店なかったっけ、なんか。なんか有名な食べ放題のお店があった気がする、九州に。ザルうどんのかいちゃん、さっきありがとう。クーレハーさん、初期ありがとう。佐賀ローカルチェーンでググったら出てきた。いっぱいあるやな。いっぱいあるよ。それこそもう、両友パンとかはね、有名ですからね。あれ、佐賀だけなの？九州ってか、九州北部だけ。両友パン大好きですって言ってるやん。うん、そうそう。あれは、あれ九州だけ？あの、佐賀、福岡、佐賀、大分の京香も知ってたから、福岡、佐賀、大分、長崎だけですね、多分。うん、レイちゃんとかが知らなかったから、レイちゃんとか南の方の子が知らなかった。あ、両友パンもうちょっと広まってほしい。素敵。いやね、マンハッタンマジ美味しい。マンハッタンマジ神。あ、もう食べたくなってきた、うん、マンハッタンね、この前食べた。マンハッタン食べたいね。マンハッタンと銀チョコ。あ、間違いない。銀チョコもね、美味しいよ。でももう全部美味しいんだよね。そう、それこそもうなんかドラ盛りとかコスモスとかっていうとこに行ったら安くて。そうそう。そう。パンパンパン、マンハッタンパン。そう、めっちゃ硬いやつね。めっちゃ硬いの。めっちゃ硬いドーナツ。忙しい朝には向いてない。うん、
そうね、急ぐ朝には向いてないけど、急ぐ朝には全然向いてない。あと1分マジ。じゃあランキングやまーす、読んどき。はい、マーハッタン、いちご味なんか見たことないんだけど、あ、あるかない、うん、見たことない。13位ジュンさん、クラノファミリー。12位お花の子花子さん。11位ワクさん。10位エミティズル。皆さん9位ユキヒラさん。8位ケンチャーさん。7位ツーリンダルマさん。6位横湯さん。5位オーちゃん。ゼラソン組さん。3位サイレントリム、いや4位サイレントリムさん。3位ジョークスノーさん。2位アナヤさん。ミサク最高。1位ちゃんさん、ありがとうございました。どうもってことで、お疲れ様でした。はい、2978人ありがとうございました。お疲れ様でした。ってことで YouTube 夢見る、ぜひチャンネル登録してください。お願いします。はい、お願いします。ってことで終わります。どうもー。